久保さんゴールデンウィークで遊ぶ人、稼ぐ人にしましょうか。まあ、あの、休みの日って僕は、あの、結構、あの、チャンスというかね、商いのチャンスなんですけど、まあ、ゴールデンウィークキャンペーンやりますね。はい。まあ、何しようかなといろいろ悩んでるんですけど、まあ、3日ぐらいからやりますね。さあ、3日、3日。 3, 4, 5, 6, かまあ3日どうしようかな。まあとりあえずまあ何発いくか。1発なのか2発なのか3発なのか。うん、もはやねゴールデンウィーク明けてもキャンペーンやっててもいいんじゃないかなと。ゴールデンウィークお疲れ様キャンペーンみたいなね。<laughs> ゴールデンウィークで遊び疲れたあなだへみたいな <laughs>。まあそのコンセプトだったらね。 あのなんか楽になんか稼げる方法ありますよみたいなのあると、まあ、ちょっと今んところな,な,ないかな。あるかな。あ、でもコンセプト変えればいけそうですね。うん。まあいろいろと今考えてやってます。まあ直近でね、ちょっと塾打ってたんで、塾のプロモーションが、まあ、最終的にふ明日で終わるんで、明日で塾のプロモーション終わった瞬間、えー、ちょっと発動って感じですかね。 まあどっかでやっぱ差はつけないといけないので、やっぱその、うーん、久保さんもね、今は FX でピピって、あのね、ね収益上げられる、利益上げられるかもしれないけども、まあ、その氷山の見えないとこですよねうん下。下積み3、4年だったと思うんですよね。多分、なんか1、2年は全く勝てなかったみたいなこと言ってたような気がしますけど、うん。 でも多くのの人はねその下積みもやんないんですよねそう下積みやる時間っていうのを費やさないのでまあ簡単にはならないですよねまあ僕もそのキャンペーンやりますよっつってもね経験があるからあ,あと商品とかもねいっぱいあるしまあ新しく作ろうと思えば作れるしうんそれは経験があるからいくらでもできるんだけど経験ないとやっぱね腰が重いですよねそう 経験がなくて、年もとって、両方腰が重いみたいですね。<laughs> もはや痛いみたいですね。<laughs> うんやっぱやれると、うちにやっといた方が、あのー、いいと思いますね。で、今、あの、アドバ、トライアルコースか、トライアルコースに入ってる人、60超えてる人いてるんですけど、めっちゃ頑張ってますよ、久保さん。びっくりするぐらい。でも一番頑張ってるんじゃないですかね。なんか、あの、昨日も、あの、 メッセージいただいて、その、なんかワードプレス今作ってこんな感じでやってますみたいな。で、その人もね、今 FX やってるんですよ。で、FX の教材売るみたいな感じで今やってるんですけど、あの、10人集客できて、で、6人その、モニターのお客さんの声取れましたみたいなね。うん。あの、一生懸命やってますよ <laughs> <laughs>。はい。ゴールデンウィーク、どうしますか 遊びますか、やりますか、いってらっしゃい。